皆さん、こんにちは。ドローン自作、ベータフライト設定マニュアルを、いつもご覧になっていただき、誠にありがとうございます。これまでの動画で、自作のための各種パーツ概要や、そのパーツの選定方法について、ご説明してまいりました。今回からは、ベータフライト設定編ということで、ドローンを実際に飛ばすための設定方法について、お話をしていきたいと思います。ドローンを飛ばすための設定は、主に、ベータフライトというファームウェアを対象に行います。ファームウェアとは、フライトコントローラーという、ドローンの頭脳にあたる基板を動かすためのソフトウェアです。それでは、早速、ベータフライト設定編に入らせていただきます。まず最初に、この章でお話ししようと思う項目の概略を、ご説明したいと思います。一つ目。ベータフライトって何？ということで、そもそも、ここで対象としている、ベータフライトって何者なのだということについてお話しします。二つ目、ベータフライトコンフィグレータは設定ツール。ベータフライトを設定するためのソフトウェアである、コンフィグレータについてお話しします。三つ目は、ベータフライトコンフィグレータのインストール。パソコンに設定用ソフトウェアをインストールする方法について説明します。四つ目は、パソコンへ制御基板であるフライトコントローラーを接続する方法についての説明です。5つ目はパソコンでの設定環境が整ったらいよいよ設定ツールであるベータフライトコンフィグレータを起動してみます。そして6つ目と7つ目にてハードウェアであるフライトコントローラーの使用確認並びにソフトウェアであるベータフライトの初期設定内容の確認についてご説明いたします。ベータフライトとは、フライトコントローラーを動かすためのファームウェアです。パソコンをフライトコントローラーへ接続し、各種設定をすることができます。このファームウェアには、オープンパイロット、クリーンフライト、そして、レースを行う場合に、大多数の人が利用している、ベータフライトなどがあります。フライトコントローラーを購入した時に、最初にインストールされているのは、主に、ベータフライトです。基本的な使い方は、各ファームウェアとも、ほぼ同じですが、ベータフライトが最もメジャーなファームウェアです。これからドローンを始めようとする方は、このベータフライトで設定を覚えていけば間違いないでしょう。この動画では、このベータフライトをベースに説明を進めることとしますが、クリーンフライトなど、他のファームウェアでも基本的な考え方は同じです。ちなみに、ベータフライトはクリーンフライトから派生したファームウェアです。クリーンフライトを開発していたエンジニアが、さらに良いものをという思いからオープンソース化して、世界中のエンジニアを巻き込んだ形で開発が進められているのがこのベータフライトなのです。そしてベータフライトの開発コンセプトはアクロバットに主眼を置いたものとなります。そのためこの動画シリーズでターゲットとしているフリースタイル飛行やドローンレースにとっては適切なファームウェアであると言えるでしょう。また日本語表記となっておりますので気軽に接していけます。フライトコントローラーを動作させる、ベータフライトは、ベータフライトコンフィグレータというソフトウェアにより設定、管理されます。コンフィグレータをパソコンへインストールし、実際の設定を行うのですが、コンフィグレータのインストールについて、一つ覚えておいていただきたいことがあります。それは、ベータフライトのバージョンにより、利用できるコンフィグレータのバージョンが異なる、ということです。例えば、ベータフライト 3.5.7 までを設定する場合には、10.4 までのバージョンのコンフィグレータをインストールする必要があります。ベータフライト 4.0 を設定する場合には、10.5 のバージョンのコンフィグレータをインストールする必要があります。ベータフライト 4.1 を設定する場合には、10.6 のバージョンでコンフィグレータをインストールする必要があります。そして、ベータフライト 4.2 はコンフィグレータ 10.7 をインストールします。このように、ベータフライトとコンフィグレータのバージョンには相関関係があるので、しっかり確認する必要があります。この関係を無視してしまうと、設定内容に矛盾が生じ、飛行できなくなります。もちろん、ベータフライトをバージョンアップした場合も、コンフィグレータのバージョンもそれに伴い変更します。同じフライトコントローラーだから、コンフィグレータはそのままでいい、というのは間違いです。コンフィグレータの最新版は、ここに記載の URL サイトからインストールできます。URL は動画紹介欄にも記載しておきます。英語のサイトなのでリンクをたどって該当するバージョンのダウンロードページへ行かなければならないのがちょっと大変です。
ページが見つかったら、アセッツという欄から、コンフィグレーターのインストーラーをダウンロードします。ダウンロードが無事完了したら、指示に従いつつ、パソコンへ、コンフィグレーターをインストールしましょう。ドローンを複数台所有したとしましょう。それぞれのドローンに、異なるフライトコントローラーが使われているとしたら、パソコンにインストールする、ベータフライトも、複数のバージョンが必要になります。2つのバージョンのコンフィグレーターを1台のパソコンへインストールする場合には、最初にインストールしたコンフィグレーターとは別に2つ目のインストール先ホルダーを作ります。デフォルトインストール先のままで2つ目のバージョンをインストールしてしまうと、最初に入れたバージョンが上書きされてしまいます。2つ目以降のコンフィグレーターをインストールする際にインストール先を聞いてくるので、新しいフォルダを作成ボタンを貸し、1つ目とは別のインストール先ホルダーを指定します。インストールする各ホルダー名には、コンフィグレーターのバージョンをつけると、後々、わかりやすいでしょう。コンフィグレーターが、パソコンへインストールできたら、フライトコントローラーとパソコンを接続してみましょう。パソコンとフライトコントローラーが、USB ケーブルでつながり、うまく認識されると、LED がついている、フライトコントローラーの場合、それが光ります。LED がないものであっても、コンフィグレーターを立ち上げると、画面の右上に、COM、ペケペケと表示されます。ペケペケの部分は、数字で、繋いだパソコンにより異なります。この、COM、ペケペケが確認できれば、フライトコントローラーと、パソコンが正しく接続できているということになります。パソコンとフライトコントローラーの接続が成功したら、コンフィグレーターにて、ベータフライトの設定をしてみましょう。パソコン上で、コンフィグレーターを起動させ、USB ケーブルで、フライトコントローラーと繋いでください。コンフィグレーターを立ち上げると、画面の右肩に、COM、ペケペケと表示されているはずです。次に、接続ボタンを押してください。セットアップという画面が表示されます。参考情報ですが、セットアップ画面の右側に、エキスパートモードの有効、無効、という、切り替え、ボタンがあります。これは上級者の方向けの詳細な設定を行うか否かの切り替えボタンになります。これからドローンを始める方には現段階で特に必要ではないので無効のままで全く問題ありませんが、念のため記憶に留めておいてください。画面の左側には各種設定タブが縦に並んで表示されており、下の方に CLI コマンドラインが確認できると思います。ここをクリックしてください。この画面で一番下に文字や数値を入力できる欄があります。ここにステータスと入れ、パソコンのエンターボタンを押してみましょう。このステータスコマンドにより、フライトコントローラーの状態が表示されます。ジャイロが MPU6000 だとか、ICM2000 だとか、CPU クロック数など、いろいろな情報が表示されます。ここで初めて正しいフライトコントローラーの正確な仕様を確認することができます。メーカーや、販売店のサイトでも、フライトコントローラーのスペックは書かれていますが、実際の内容と異なる場合があります。本当は、MPU6000 で 8kHz までしか、設定できないのに、カタログスペックを信じて、確かこのフライトコントローラーは、ICM だから 32kHz で設定できる、はずだと、信じて、設定してしまうと、ちゃんと飛んでくれないなどといった事態になってしまいます。CLI コマンドラインタブでは、このように、各種コマンドを直接入力し、フライトコントローラーの正しい仕様を確認したり、ファームウェアの設定変更などを行うことができます。販売情報を鵜呑みにせず、ステータスコマンドにて、実際の正しい情報を確認するようにしましょう。CLI コマンドラインタブの画面下部にある、コマンド入力欄にて、ダンプと入れ、パソコンのエンターを押してみてください。このコマンドにより、現在の設定情報が表示されます。ファームウェアの情報も確認できます。ここで表示される、フライトコントローラーのチップセット名称とバージョンを確認し、メモしておいてください。後で、ファームウェアを最新版にアップデートするときに、アップデート画面のプルダウンメニューで、対象となるファームウェアの名称とバージョンを選びます。その際に、必要な情報となります。最後までご覧になっていただき、誠にありがとうございました。今回から、ベータフライト設定の章に入りましたが、いかがでしたでしょうか。次回は、ファームウェアのバージョンアップ、アップデート方法について、ご説明いたします。引き続き、よろしくお願い申し上げます。
この動画の内容を気に入っていただけましたら、よろしければ登録ボタンを押していただければ嬉しく思います。